ループ、ニジオと JO1 が日本から韓国に出国したことが報じられ、ファンの間で話題になっている。ニジオは緊急事態宣言のもと、19日に韓国へ出国した際、JO1 は秘密裏に韓国へ出国し、現在は韓国に滞在している。これに対し、ニジオの日本所属事務所、ソニーミュージック関係者は、出国の事実について、出国目的は業務と関連したもので答えられない。ニジオのメンバーとスタッフは、皆規則を遵守しながら、韓国へ出国したと伝えた。なお、JO1 の所属事務所側は、出国について、JO1 が韓国に出国した理由はわからないと明らかにした。一方、グループニジオと JO1 が韓国で滞在中だという記事が報じられ、ファンからは MV 撮影やオンラインコンサートのために出国したのではないかという意見が出た。